お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、ゴレムートをですね、紹介していきたいなと思います。で、こちらなんですけど、あれね、アップデで、強化されたムートが入っている、ゴレムートっていうことで、前のシーズンも、このムートラックが、ダックプリだったり、ユーノだったりっていうテンプレがね、存在していて、そこのね、一枚がムートになっただけっていうやつなんですけども、今、新環境になって、結構、ラバインドラ、ラバのこのね、テンプレが結構流行ってて、このね、ラバデッキが、環境トップって言われるぐらい、今すごい強いんですけども、このラバに対して、メタと言いますか、この環境トップの、ラバに対して今メタデッキ、環境トップのメタなんで、もう環境トップに、今なりつつある、こちらね、このゴレライドラ、スペルがね、2スペのね、デッキを今日は使っていきたいなと思います。というわけで、早速ね、やっていきたいと思います。で、基本的に、もう後半入れば勝ちみたいなのがあって、あと、アップデーで、インフェルノタワーが、下方、配置が40秒から30秒に、下方されたんで、結構先置きインフェができなくなったりとか、できるのはできるんですけど、ちょっとね、壊されやすくなったりとかで、インフェルノタワーが結構今減ったからこそ、そのラバが流行ったりね、してるんですけど、なんで、インフェルノタワーが減ったことによって、ライトニングもね、結構環境で今減ってるんで、そのライドラが無双環境にあると言いますか、インフェルノタワーが減って、ラバが流行ってて、しかもライトニングも今いない。っていうので、もうライドラ環境が今来てるんでね。ちょっとライドラが強いんですけども、そう言いつつ、ちょっとライトニングが来ましたね。相手のデッキ多分ゴブジェイスパーキーかな多分。そう、ゴブジェイスパーキーも、もともと流行ってたっていうのもあるんですけど、またちょっと増えてますね。なんかラバにも勝てないこともなく、なんかトリトンが入ったゴブジェイスパーキーとかもね、今若干出てるっぽくて、ゴブスパとラバ、トリと、なんかあとは、なんかがちょくちょくいますね。っていう感じですね。で、これちょっとあれですね。後半まで待ってもいいんですけど、相手これメガゴ咲いてるんで、この3コス分ちょっとアドになりますね。で、あとこのゴブジェイは、トルネでキングにも吸えるんですけど、トレネでも良かったかな。そのムートが射程がね、こう伸びたことによって、逆サイムートでこの処理できるようになったんですよ。ホグとかも全部。そうなると、これで防衛して、このままね、カウンターに繋がる。これが鬼強いですね。で、あと後ろに、ハンターが出るか、なんかが出る。おー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 、おしゃんですね。これはちょっと、さすがにね、攻め時ですね。相手の防衛、うまいですね。トリトンを使って。けど、ここで、やばい。ここでできるだけダメージは稼いでおいてほしいですけど、やば、相手の防衛鬼うまいっすね。で、一応これまだユニット割いて、ワンチャンライト打たれるかな。ライト打たれるな。ちょっとこれ、ムート引っ張られる。これ一応トルネで下げて、ダメージできるか抑えて、スパーキーがちょっと厄介ですけど、ここもゴレ展開して、この逆サイスパーキーは多分ランバーで多分溶かせるんで、ゴブジェイはね。ここのスパーキーさえ突破したら僕の勝ちですね。なんでライドラつけて、今ライトニング打ったから、来ますね、これ。よいしょ。これもうフル防衛したいですね。気合のフル防衛。こう防衛したら勝ちいいっすね。オッケー。これライトニング打っても、防衛で打ってきましたね。いやー、やばい。これ、ここいい感じに防衛はされますけど、ここライドラで普通に受けて、ライトニング防衛で使ってるんで、このライドラにはどうにもできないですね。トリトンがちょっと厄介ですね。これ今逆サイ、ここゴレするとそうですね、来ますね。ここはワンチャントルネで吸って、このライドラをね、うまーくちょっと使っていきたいですね。ムートが壊れる、OK。このライドラがね、地味に残ってるここで、ちょっと、端前から行くと意外といいんじゃねって思ったっすけど、この、あれが出てきますね。新カード出た。新カードがエグい。待って。新カードエグくないこれ。新カードがエグい働きしてるんですけど。あと630なんで、まだ耐えれますね。で、ワンチャンこのライドラとかに、ライトニング打たれるかなと思いましたけど、いやー、これ危ないですね。このランバーとかにライトニング打たれるだけでもすごい怖いですね。
いやーで、まあ、ここは今ゴブジャイサイトだから普通に橋前ゴールいけるんですけど、橋前ゴールしちゃうとあの新カードねトリトンに引っ張られちゃうんで、うわーむず、ここは一回待って、まあ、ゴレ出してもね、スパーキーで処理されるだけなんで。相手の防衛ライトいいですね。もうここで防衛ライト使ったんで、逆サイゴブジャ来たら、まあ、ランバーだけで守って、まあ、来るね、まあ来るよね、そりゃ。ここ守ったら逆にカウンターまでありますね。これ右の一発は許容して、普通にこれ右も左もどっちもちょっと攻めれる感じになってますね。なんでこういう普通にこの、ランバームートだけでワンチャン攻めますね。オッケー。しかも、陸トリトンだから、あ、ワンチャンいける、ワンチャンいける。あの、トリトンもちょっと活躍してない。行きたくない？これ。来た。よし、えい。いや、ちょっと危ない。ちょっと危なかったですけども、あれですね、やっぱスパーキーデッキが、ちょっと、あの、受けが少ないっていうので、まあ、ラッキー勝利と言いますか、ゴレがなかなかやっぱ通らなかったんで、そのね、ムートとかタイミング見て、まあ、刺したっていう感じですね。はい。というわけで、まあ、2戦目。スパーキーちょっと危なかったですね。あの、ゴーレムがトリトンで、ちょっと辛いですね。ゴーレムがトリトンで、キング起動相手がうまかったですね。あれされると、で、荒野もね、うまく反対で処理されると、こっちからしたら辛いですね。なんで、ゴーレムが通りにくいときは、もうこのデッキ、あの、光栄がね、ランバーのムートっていう、結構光栄が強いデッキなんで、光栄のゴリ押しで、まあ、さっきみたいな感じで突破できるといいかなと思いますね。やば、これでもライドラ遅延、あ、待って、ライドラ遅延が届かないかもしれない。これ、ライドラ遅延が、あ、届かない、届いて。まあまあまあ、まあ、ちょっと、序盤なんで、まあ、このダメージはしょうがないんで。抑えましょう。しょうがない。で、このゴーツはちょっと痛いんで、あ、やばい。なんかそんな上手じゃないタルババした。まあまあ、で、相手は、ゴーレムなんですけど、ゴーストと、めっちゃゴレ展開してくるじゃん、この人。ゴーストインドか。ゴーストインドってすごいですね。すぐゴレだな。ここちょっと一回あの、ゴレ出さずに、ユニットだけマンでいきたいです。マジアチャ。なんかすごいですね。ワンチャンライトニング来るかな。あ、ファイボね。まあ、ファイボならいいみたいなのがある。これもちょっとあの、ムートでマジアチャのターゲット取りつつ、しっかりね、ゴレも溶かして、カウンターにつなげていきたいですね。いや、このムート、はい。ランバーで抑えられるけども、いや、このランバーちょっと痛いんでね。さすがに。オッケー。860で、相手はファイボなんで、正直大丈夫ですね。ファイブだったらムートも壊せないし、ライドラも壊せないんで、結構こっちからしたら美味しいかなと思います。で、ここ陸受けないんで、もうゴレ受けからので、ここでね、徐々にリードを狙っていきたいなと思います。だからここで一気に折るっていうのは多分むずいと思うんで、あの、まあ、折るという感じよりは、まあ、若干エリアド回収していく感じで、このライドラで、遅延で OK。これゴレのダメできるだけ入れたくないですね。OK。ここでバックはというか壊れてくれるといい。で、このユニットで結構カウンターできますね。このデッキの強い点はこのユニットのカウンターができるだけね、ランバーのレイジとかに乗せてこのユニットのカウンターが強いんで、ここでこのユニットのカウンターで相手にユニット探してあのエリアドを取ってね、いいゴレの展開ができるとここから流れがきますね。やばい、待って、やばい、危ない、危ない、ファイボだから、やばい、待って、ファイボ2周回んなかったら大丈夫か、マジやっちゃもうね、やばい、これファイボ2周来たら終わるんで、あのもう行くしかないですね、行くしかないです、ファイボ2周で終わっちゃうんで、もう行くしかない時ですね、今。やめて、マジでやばい、本当にやばい、待って、これは待って、マジで勝てた、本当に勝てた、まあでも、なんか、そういうこともあるのかっていう、ちょっとも、いや、これマジでもったいないっすね、これはなんか、ちょっと序盤の、ちょっとやられた感がありますね。まあ、この相手には、まあ勝ちたかったですね、最後のあの、マジアチャの、
気抜いたのがすごいもったいなかったかなって感じですね。はい、なんですけど、まあ、5相手には結構普通にライドラとかベビーとかマジで4体ぐらいユニット固めない限りは基本的にどのユニットも残るんで結構いいですね。まあ、ライトニング引いた時だけちょっと厄介なのはあるんですけど、まあ、ライトニング引いたらそのライドラがねやっぱ残ると相手からしたらだるいんで、ライドラ出さずにビビドラとかランバーを出してなんか相手にライトニング打ちたいけどどうしようと思わせて、もう打ってきたら打ってきたでその後ライドラ突き出せばいいんで、まあ、ライドラをライトニングで飛ばされるのだけは、まあ、阻止したいというか、ライトニング使うまではライドラ出さないか、ライドラだけにライトニング出すかとかで、なんかライドラプラス他にライトニング取れちゃうと結構大きくエリクサーのアドバンテージ取られちゃうんで、まあ、そこだけ気をつけたいですね。よし、まあまあトルネで多分 全引き寄せで多分このね感電でいい感じに守れますね。よいしょ。で、まあ、あとは、まあ、できるだけ、後半ゴレ展開か、相手が、まあ、メインカード、まあ、この相手だったらジャイとか、を切った後ぐらいに、結ゴレしたいですね。今、ジャイ咲いて、プリンスとメガゴなんで、ワンチャンゴレ展開したら、なんか、地味に回されるかもしれないんで、ちょっと待とうかな。プリンス、メガゴダックプリなんで普通になんかこれ大丈夫でしょ。エリキからのジャイがありますね。今結合でしたらエリキからのジャイがあるんですけど、ムートぐらいで守れそうなんでちょっといきます。あとまあ後半になるんでね、ここで攻められたらもう後半に入るんで、しかもこれ逆サイムート、これが鬼強いですね。このゴレデッキのいいところ、この逆サイムートでちょっとジャイダメ受けちゃうんですけど、この許容でそのまま攻めれるんでね、これはもう美味しいですね。であとは、まあ、なんか適当につけてあげて、これもトレーナーのあの寒天ゲーで、寒天ゲーで相手ライダラ5ザップが処理できないんで、今5使ったんで、あと後ろから追加してあげたらね、結構多分辛いと思いますね、相手からしたら。よいしょ。いや、いいですね。この逆サイムートがマジで大事っすね。これだけ覚えておくと、もうなんか、ケツゴレして逆サイムートで繰り返すだけで勝てますね。ここも別にジャイ来てもやば、こういう全部ライドラ溶かしてるし、逆サイ来てもこのムートでね、よいしょ、これできるんで、このちょっと高めにしてあげるとこんな感じ で最悪あのこのライドラ、このライドラ取るんでね、これチートっすね。でこのムート壊れてジャイもねこのままいてくれるっていう、でそのまま逆サイこのままねゴレでね一気に申し切れるんで、この逆サイムートだけこれだけ覚えておけばね、もう結構勝率上がるんじゃないかなと思います。はい、なんでまあこちらねちょっと今日いっぱいしちゃったんですけど、ちょっと辛いですけど、まあこちらねぜひぜひ皆さん使ってみてくださいってわけで、まあウルトラねランバーとか持ってなかったら、まあ、ユーノかダックプリとか、まあ、その辺でも代用効かないことはないですね。てかムートも別になかったらダックプリとかユーノでも全然ないですけど、ランバーは気持ち欲しいですね。ランバーがあることによってユニットだけのね攻めが完成するんで、ね、できるだけランバーは固定のまあカードがなければダックプリのあたりは、はい、全然変えちゃってもいいかなと思いますんでね、ぜひこちら、はい、使ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ではお疲れ様でした。